どうも。タバコ吸ってますか？金属バットでございます。さあ、今回は千葉県の方へやってまいりましたね。ね、こちらになんか素晴らしい自動車が来ましたね。喫煙所があると思って、はい、行ってみましょう。行ってみましょう。こちらでございますね。喫煙所でやってます。はい。素晴らしい。これはなかなか、僕は評価高いですよ。いや、わしもこれだいぶええと思うんで。これだいぶ高いですよね。見て、この周りの自然。すごい。こんなね、ええとこあらへんね、なかなか。ほんで、これギリギリ雨も防げるそうやね。そうそう。やっぱ雨風はね、喫煙者にとって重要なそうやね。結構ね、やれない喫煙所だから、ね。おいおいおい。灰皿置いといたらええやろ、みたいな。人みたいな考えのとこ多いから。ここは屋根こそないけど、うん、まあ、なんか自然が防いでくれそうな。そうそう。で、やっぱあの、こういうちょっとしたね、うん、大小物。大小物の気が利いてる、ね。こんな矛盾した言葉も。うんうん、まあちょっとこれがね、あの人ちょっと。でもなんかいいけどな、この、ね、私は。このはみ出し物感が結構好きやけどな、喫煙所で。あ、そう？あの、店の通路があって、何細い道、はあはあはあ、勝手口みたいなところに、うん、灰皿置いてるみたいな。ああ、ここにも水みたいな。うん、あ、確かにね。ああいうの結構好き。あ、まあそう言われるとそうやけど。大自然を前にするとまあまあそうか、うん、あやお前減点すんぞこの喫煙所減点してやろうか。早速燃料は、うん、いただきますよ、うん、どこで吸ってもタバコうまいなどこで吸ってもタバコうまい、ね、ほんまにそうやからね、うん、たまにでもなんか暑い風がブーンって吹いてるさ、喫煙所とかあったりするやん、うん、それこそこういうのが直で当たる。あれとかほんまに臭いけど、うんうんうん、まあ、基本的にはうまいよね。うまいですね、うん、警察だからお知らせします。え、警察だからお知らせします。19とかじゃないのお前、合法よな。あ、19あかんから。あ、これあかんよあれ合法よな。いや、だとしてバレんの早すぎへんすごいいいね。この灰皿いいですけど、こうやっぱゴミ捨てての嫌なんですよね。いや、家が割れ捨てとったらやけやんだろお前。え、悪れクソハゲお前、おい、どこで、ここに、あ、これはタバコよ。あ、タバコか、ね、すみません、たまにおるよな、新幹線の喫煙所とか狭いところでさ、うん、箱捨てたりしてるやつ、あれ嫌や、マジであいつビニールそう、地獄に落ちるよな100歩譲っていいけど、うん、中に入れろ、うん、うん、せめてな、せめてね、そうやね、いいんじゃない、椅子ありゃ持ってかったけどね。あ、うん、まあ、この感じだともうこれでいい、これでいいかめっちゃいいやん、よう見たらいいな。ああ、別に洗わんでもいいし、うん、うん、これめちゃめちゃいいな。これ椅子やったんか、椅子ってこれもともと、ああ、こいつがさっきおった気がする。はあはあはあ、こいつがさっきおってよう吸うからにされたんだ、もうここ置いといたらええやんで、うん、なるほどね。あいつさすがに普通の建物まで5年、5年これ5年ほやほや、こっち自体は30年。え、これは普通の5年じゃないですか。5年これ5年でなる無理なる5年でこんな考古学者が見てきたやつですよこれお座りやいいやおまおまはん
最高やん。ああ、喫煙所じゃないか。吸い殻見てどういう人が来たかとかわかるんですか。ギャルがいますね。遅いギャル？遅いのじゃないけど。キャメル。つぶすけ。ああ、キャメルのな。メビウスがあれもあるから、おっちゃんも。おっちゃんも。うん。ああ、ここで消せる。これめっちゃええやん。これめちゃくちゃええな。これ欲しいな。ここの喫煙所は、マルボロ6本です。ああ、お前辛いな。お前何？煙4ガロンです。ガロン？煙の単位ガロン。今からガロンじゃないマルボロ6本じゃないマルボロ6本ああ、マイセンで言うと9本マイセンで言うとマイセンってまだ言うてんのかマイセンで言うと9本ですはいパーラメントで言うと21本です、ね、高評価パーラメントの方が高いのにうん、パーラメントなんかすごい変だな、うん、高評価ってことですかそれはお任せしますけどセッタで言うとちょうど7本ですああ、セブンセッタで言うとセブンこれがじゃあ基準になりますから、今後の喫煙所はい。いや、いい喫煙所じゃないですか。いや、また次の喫煙所へ。はい。ボーンってこう、煙で消えれないですか。あ、そうします。やります。めんどくせえ。